みなさんこんにちは、ゆかです。です。今回は前回引き続きまた姉とのレシピ動画なんですけど、今回はこのナッツとドライフルーツたっぷりバナナブレッドを作りました。これもう姉が作る焼き菓子の中で本当トップなんとかに入る。トップなんとか、そんなに種類もないけどトップなんとかです。すごく私のお気に入りの焼き菓子なので、ぜひちょっと皆さんにも作り方を知ってもらいたいなと思って今回動画作ることにしたんですけど、もうまた VTR 撮ったので、ぜひぜひ見ていただきたいです。まあビーガンの焼き菓子にしては材料費がそんなに高くないかなっていう感じかな。今回オプションでナッツ、くるみとあとデーツ、普段はレーズン使ってるんですけど、今回家にレーズンがなくてデーツ使ってるんですけど、こういうの入れるとちょっと高くなりがちなんですけど、でも美味しいのでちょっと抜くことができなくてこういう感じになってるんですけど、皆さんのアレンジ次第でもうちょっと安く作れるかなと思うので、ぜひぜひ作ってみてください、はい、ではVTR 見ていただきます、うん、VTR どうぞ。じゃあまず材料紹介からいきます。はい、これはこれはまずデーツです。はい、ここのブランドのが美味しいのでこれ使います、うん、はい、次はココナッツオイルです。はい、はい、これは上に乗ってるのがココナッツファインっていうココナッツをすごい細かくしたもの、うん、はい、とその下に小麦粉入ってます。で、てんさい糖とちょっとその上にフラックスシードミールがちょっと乗ってます。てんさい糖とフラックシードミールで、ピーナッツバター、これは、うん、砂糖とか入ってないピーナッツ 100% のやつです。はい、はい、これよくカルディで売ってるスマッカーズのやつを、一番安いのかな、一番探しやすくてよく使ってます。これは豆乳です。無調整の。そうです。はい、で次がくるみです。はい、はい、次バナナ、ちょっとこれ冷凍してたから色が茶色くなっちゃってるんですけど普通のバナナを皆さん使ってください。山崎家ね、たまに買いすぎると冷凍しとくんで、解凍したんでちょっとかわいそうな色になってます。で、ちょっとこまごまとシナモンが一番上に乗ってて、その下にベーキングパウダーと重曹入ってます、うん、はい、はい、でこれが最後ですが、アーモンドプードルです。はい、はい、でこの材料でパンドケーキ型1台分作っていきます。はい、まずはバナナをスマッシュしていきます。はい、はい、バナナは普通ちっちゃいのだと3本分ぐらいで、うん、大きいのだと2本分使います。バナナ、まあ多めにした人は多めに入れてもいいんだよね、うんうん、入れるとしっとり、そうしっとりめになります。少なめだとスポンジ感が強くなる、ふんわりする感じ。これをこれで潰していきます。はい、はい、もう結構ペースト状になるぐらいまで潰しちゃって大丈夫です、うんうん、これね、まあ冷凍バナナだと見た目気持ち悪いけど、でもこう潰すときすごい楽なんだよね、うん、そうそうそう、元からもうブヤブヤってなっちゃうから。でこの色は焼き上がったときは特に全然もう関係なくなってるから、うん、茶色くて全然大丈夫、まあ、決して美味しそうではないですけどそう、まず第一段階こんな感じになったら OK です。次はここのさっきのバナナにココナッツオイル 50g です、うん、はい、今ね部屋の中暖かいから溶けてるけど、そう冬場固まってる時はちょっと温めて溶かしてください。ピーナッツバター、これは 65g です。はい、はい、よいしょ。豆乳 70ml です。さっきの天才糖とフラックスシードミールです。天才糖が 60g と、うん、フラックスシードはまあ適当なんですけど 5g から 10g ぐらい、大さじ1弱、そうか、そうだね、そのぐらい入れて、これを混ぜます。はい、どれも液体なのですぐ混ざるんですけど、ピーナッツバターだけ下にこう固まって残っちゃわないように気をつけてください、うん、はい、もうこのバナナブレッド大好きなんです今回私がリクエストして動画作ろうって言ったんではい、こんな感じになったらここに粉類を足していきます。はい、さっきの小麦粉とココナッツはい、をふるいにかけます。はい、激しく振るとボールから飛び出てしまうので、ね、ちょっとずつしかできないんですが、壊れちゃってるけど、そうそう、お菓子作ってる時って無心になれるよね。なれるね、うん、ちょっと一旦ここでかき混ぜます。はい、粉半分ちょっとぐらい入ったところで一旦ね、うん、ちょっと混ぜ
まあ、秋ってお菓子作りの季節じゃない？そうだよね、美味しいあの材料がさ、いっぱいさ。そう、オーブン使っても部屋熱くならないし、そうそう、逆にヒーター代わりになるね。私振ろっか、私振ってゆきちゃん待ってる。 ありがたいね、手が4本欲しいね、ほんと、うん、ほんと。2人で作れる人は出会えたら楽です。です。あー、もういい匂いする。ピーナッツバターのとあのバナナの、ピーナッツバターとバナナって相性良すぎるからね。うんうん、これにシナモン入れると最強だよ。アーモンドプードル上から足します。はいはい、はい、アーモンドプードルは 70g です。はい、はい、とさっきのちっちゃい子たち、シナモンとベーキングパウダーと重曹、はい、はい、も足します、はい、シナモンが小さじ1/2、うん、重曹とベーキングパウダーは小さじ1ずつ、うん、はい。さっき小麦粉とココナッツ言ったっけ、分量。言ってないか、言ってない。小麦粉は 120g と、うん、ココナッツは 25g 入れました。はい、はい、ココナッツはなくても大丈夫です。うん、うん、でも絶対入った方が美味しい。入った方が美味しいね。そう、でもね、高いからね。そうそう、でもお菓子作りって材料が高くなればなるほど美味しいことあるよね。そうなんだよね。アーモンドプードルとかめっちゃ美味しいし。そうそう、もし頻繁に作るんだったらね、1個買って、うん、あのいろんなのに入れたら美味しくなるか。うん、で今回あのレシピの分量は概要欄に書いておくので見てみてください。最後の方こう余っちゃって玉になってるのがあるので、指とか分とか、ちょっと粒の粗いココナッツ残っちゃうので、残っちゃったやつはそのまま返して入れてください。ひっくり返して、さ、今回は少し固めな生地に出来上がった気がします。混ぜてる感じ。そうだね、どっしり系のケーキになりそう。はい、ではこんな感じで、ここに秋のくるみとデーツを少し細かくしながら足していきます。はい、じゃあオーブンを180度に予熱します。はい、たら、はい、デーツとくるみをこれから生地に入れる準備していくんですが、うん、まずデーツはこれ種が入ってるので中の種取っていきます。これをフィーって潰して、フィーってやるとね、そう、真ん中に、ここに真ん中に種がいるのでこれを取ります。よいしょ、 OK、 OK、 全部で10粒ぐらい今回入れてます。はい、ではここに入れていくのですが、ですが、はい、ちょっとくるみはこれだと大きいので手で砕きながら入れていきます。結構大きい、ね、くるみちゃん、くるみちゃん。今回用意したくるみはだいたい 50g くらいです。はい、もっとゴロゴロナッツが入ってるのが好きな人はもっと入れてもいいし、なくてもいいやって人は入れなくても大丈夫。でもくるみ絶対あった方が美味しい。美味しい。私たちの好みはくるみたっぷり。私たちの好み高いよね。ナッツも入れたいし、ドライフルーツも入れたいし、何も入れなくても美味しいんだけど、やっぱり食感と、そうそう、もうちょっとなんか違うね、風味を足すってなると、うん、入れた方が絶対美味しい、うん、やっぱ焼き菓子に入れるナッツはくるみが一番な気がする。うん、うん、よし、よし、デーツちゃん、デーツちゃん普段はレーズン入れるんだよね。そうそうそう、レーズンの方が安いし、そう、レーズン全然すごい美味しい、そう、美味しいから、そう、レーズンの方が美味しいってわけじゃないんだけど、デーツも美味しいんだけど、うん、今回はないんでデーツで、デーツこのままだと大きいんで、うん、ちっちゃいサイズに包丁で切っていきます。お好みのサイズで OK です。しょ、どうしようかな、6等分ぐらいだね。6等分。はい、はい、全部切れました。こんな感じです。でこれも先のボウルに入れます。でちょっとほぐす感じで、ペトペトでくっついてるので混ぜていきます。であとはもうさっくり全体に行き渡ったら型に流して焼きます。はい、はい、こんな感じかな。ではここで型に移します。ほい、この入れる瞬間好きね、ポタポタ。これあの型の外にボテッと落ちないように、そうそう、あれやった時にってなる。そう、意外と型が狭くて、あ、余熱ができたぞ。お、ちょうどぴったりじゃん。ぴったり、よし、はい、はい、ちょっとてっぺんをこう鳴らして、こんな感じですね。オープニング準備完了です。オープン、行きましょう。はい、行ってらっしゃい。何分？一応55分くらいにセットして、45分くらいの時に一回様子見に行きます。はい、はい、スタート。今オーブンが15分41秒残りあるんですけど、で結構膨らんできてます。ここで一旦焼き目の確認をします。はい、はい、てっぺんが焦げすぎないように、このくらいの時に上にアルミをかけると焦げを防ぎます。はい、はい、うん、は
はい、じゃあね。残り5分くらいになったところでちょっと串刺して焼け具合とか確認しに戻ってきます。はい、はい、では一度ここで中の焼け具合を確認します。はい、刺して2秒くらい置いて持ち上げる、うん、もう1箇所ぐらいやっときます。何もついてこないので焼けております。はい、はい、で焼き加減はその時の生地の量とかしっとり具合とかね、バナナの量とかによって焼き時間は短縮したり伸ばしたりしてください。はい、今回は51分ですね。じゃあこれでオーブンは切って、はい、1回出して15分ぐらいそのまま置いておきます、うん、はい、はい、はーい、できました。あー、ブレッド美味しそう。じゃあこれで冷めるまで15分ぐらい待ちます。15分経ったので型から出してケーキクーラーで冷まします。はい、はい、ここから多分あと1時間ぐらい置いといて、うん、ちゃんと冷めてから切らないと中が崩れちゃうのでこのまままた置きます。はい、じゃあバナナブレッドがだいぶ冷めてきたので切ってみます。切れるかな、切れるかな。端っこを薄く切ります。はい、悲鳴。わあ、やばいやばい、美味しそう。あ、いい感じよ。いい感じ。うん、美味しい。美味しそう。じゃ切っちゃう？一枚切って半分にしようか。これともう一枚。ああ。デーツたっぷり。やばー、美味しそう。はい。これをいただきましょう。いただきましょう。出来たてほやほやです。ね。次の日が一番美味しいです。次の日が一番美味しいです。でも食べます。ということでこのバナナブレッドできたので食べていきます。はい、ここにはルイボスティーが入っております。はい、山崎姉妹とのティータイムです。はい、はい、じゃあいただきます。いただきま す、うん、はい、いい感じ。お茶一杯飲もう。うんうん、いただきます。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、バナナの味する。いつも焼けて1日以上経ったやつ食べてるんですけど、今回焼けてまだ1時間半ぐらいしか経ってないから、まだね、上がちょっとサクサク感が残ってて美味しいです。ほんのり甘いんだよね。甘すぎない感じで。卵入ってないのにちゃんとふわふわしてるし、早くくるみとデーツに到達したいからもう一口食べるね。くるみがね、いいんだよ、食感になって。ほんとで下手くそ。はい、はい、おいしいか。うん、顔やばい。伸びてたね。今回デーツ入れて作ったの初めてだよね。うん、初めてなんですけど、デーツ美味しい。美味しい。レーズンでもすごい美味しいけど、うんうん、デーツだとなんかもうちょっとまろやかでとろける感じするよね。そうだね。レーズンだともうちょっとキュッてしてるけど、すごく美味しい。うん、美味しい。お茶と合うね。うん。うんうん、これね、簡単だよね。バナナ潰して粉物を振りながら入れて、うんうん、追加でドライフルーツとナッツ入れるだけで、うん、焼くのがまあ50分前後かかるのがまあちょっと長いくらいで、でもその間にね、シャワー浴びたりとかね、うん、私たちペペロンチーノ作りましたし、ぜひ作っていただきたいね。うん、おいしい。おいしい。いや、ほんとおいしい。うん、あの姉が作るデーツスクエアもめちゃくちゃおいしいんで、今度行ったらね。いいね、午後のひとときって感じだね。うん、でもさ、紅茶入れても美味しそうじゃない。うん、ほっこりしますね。秋のデザートって感じするね。でもそうだね、ほんのり甘いし茶色いし、そうこうまったりめ、うんうん、バナナもね、デーツも、うん、美味しい。木の実入ってるしね。うん、秋だね。にっこり。幸せ。ご満悦だよ。まさしく、うん、外に食べに行くのもさ、楽しいし美味しいんだけどさ、家でこうバラバラの材料が一緒にねなっていくのを見て、自分で焼いて、うん、ただできたのを食べる時って幸せ、本当に。そうね、自分が作ったがゆえの満足感があるよね。そう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 。くるみくるみね。
高度にするよね。うんうん。皆さんのお気に入りの秋のスイーツは何ですか？私、焼き芋。焼き芋ってスイーツか？うん。あ、でも紫芋のモンブランとか。美味しいね。うん、タルトとか、うんうんうん。めっちゃ好き。誰かビーガンで作ってください。食べに行きます。私は作る気ない。まで食べたくなるね、うん、うちの母も、ね、よくまな板についたカスをこうやってえ入れるのこれじゃあ無事完食いたしましたのでこちらで動画撮りたいと思います。美味しかった。美味しかったね。うん、本当に美味しかった、うん、ありがとう。どういたしまして。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、せーの、バーイ。